に両チームメンバーの発表です。はじめに本日の審判団です。最高です。最高ですか。今年の1月にスイスに渡っておよそ4ヶ月間向こうで戦ったわけですけども、ここまでを振り返ってみていかがですか。具体的にどの変化、やっぱりなんかやっぱ日本と違うサッカーの試合で、非常にまた成長できているかなと思います。それは戦術も含め対人であったり自分のポジション、3バックで、左であったりいろいろポジションやってますけども、そんな中でもやっぱその海外の選手とバチバチやり合うというのは楽しいです。素晴らしい。熱く応援したいと思いますから、これからも暴れ回ってください。はい、応援しております。よいしょ。世界の選手でした。ありがとうございました。よいしょ。